頑張ってください。その通りです。車両通行帯が黄色の線で区画されているときは進路変更禁止です。よくできました。一方通行の道路の場合は中央から右にはみ出しても問題ありません。ちゃんと勉強したみたいですね。キープレフトの原則は守るようにしてくださいね。すごいですね。自転車、軽車両は追い越すことができます。ただし、原動機付き自転車は追い越しできません。すごいですね。キープレフトの原則を忘れてはいけません。よくできました。交差点内で一時停止をするのは避けてくださいね。どうしちゃったんですか？自動車も左寄りを通行しなければいけません。はい、渋滞時でも横断歩道上では止まってはいけません。横断歩道を手前で止まってください。その通り。追い越しの際は軌道式内を通行してはいけませんよ。そうです。この標識では道路の右側部分にはみ出さない限り追い越しできます。すごい。